五代目がお呼びだ。すぐに支度しろ。おお、ナルト。朝っぱらからなんでこんなとこいんの。なんかあったのか。一体なんだってばよ。いいから行くぞ。この子がジラユちゃんの弟子か。ジジイのカエル。なんだ。こら、口を慎め、ナルト。正確には二代千釜じゃ。ジライアちゃん？ちゃんって、エロ仙人をガキ扱いかよ。ジライア様に仙人術を教えになられたジライア様の師です。ね、そのジジイ仙人が一体俺に何の用だってばよ。ジライアちゃんが戦死した。は？何言ってんだよ。少し前から暁のリーダーが雨隠れの里におるらしいちゅう噂があってな。確かあそこはかなり潜入困難な閉鎖的な里だったはずですよね。外見はだいぶ変わったが、その目、やはりお前がペインだったか、ナガト。どういうことですか。ジライアちゃんはナガトと呼んでおったが、ジライアは身寄りのない孤児の面倒を見ていたんだ。ジライア様ほどの忍びを追い込むとは、そのペインってやつは一体。リンネガンは忍びの始祖とされる陸道仙人が持っていたと言われる道術よ。神話レベルの話だと思っていたけど。何かからくりがあるのかもしれん。ジライアさん、それがこれじゃ。ここまでがジライアちゃんの全てじゃ。わかるということですね。ばあちゃんが行かせたのか。そうだ。なんでそんな無茶許したんだってばよ。一人じゃ危険すぎる。美しかったお前も今や50のババア。しかしそれはこの先も増える。だがしんみりするのは血と違うの。そのためなら笑って命を懸ける。それがあっすか。ナルト、つなねのばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。絶対。ナルト。サクラ、いい、少しそっとしておいてやれ。さっき説明した予言の子についてじゃけどの、予言の子はあの子であってほしいとそう願わずにはおれんの。あー、この神さ。エロ仙人と一緒に取材旅行なんかしなきゃなんねんだってばよ。ただの取材旅行じゃねえの。わしはな、昔四代目火影を弟子にしていてな。そんでお前はその四代目に面白いくらい似てる。時間は無駄には使わん。道中は全てお前に時間を当てるからの。ナルト、どこ行くの。エロ仙人が五代目火影になってたら、あの子がジライアちゃんをまっすぐに慕っとったのがよう分かった。おるおる、ピッチピチのギャルちゃんたちが。こら、何やってんだエロ仙人。うん、よう取れとるわい。わしは帰るが、何か分かったら知らせてくれ。必ずや、ペイン攻略の手がかりを掴んでみせます。その間ビシビシ鍛えてやるから覚悟しろな。立ち止まってる暇なんかね。我慢できねえ。何なんだってばよ、この地味な修行。まだまだ甘いの。惜しかったってばよ。嘘つけ、お前がわしに勝とうなんざ100年早いの。ほう、孫にも衣装ってやつかな。任務でも随分活躍してるみたいだな。里のみんなも噂してるぞ。一楽でも行くか、ラーメン。やめとく。
え、今からっすか？そうだ、とにかくこの件はお前に任せた。重要な暗号ってことは分かってますけど、俺はもともと別件でここに。鹿丸。あ、しかし、お前また綺麗になったの？相変わらずだね。じゃあ、お得意のギャンブルと行こう。お前はわしの死の方にかけろ。冗談だ冗談。お前には感謝してる。はじめましてだな。俺ジライアってんだ。ラブレターは後でいいぜ。バカ野郎。ジライア様のことは聞いたよ。エロ仙人にはかっこ悪いとこばっかしか見せらんなくて。自分の孫のようだといつも鼻高々に話してくださった。ジライア様はお前をずっと見てるさ。お前が落ち込んでいるのを見ても褒めてはくれないぞ。お前はあの三人、ジライア様が認めた優秀な弟子なんだからな。ありがとう、イルガ先生。8、106、7、207、15。何か思いつかないですか？この106って数字は確か106だの。いや、違うな。あとはナルトスか。鹿丸か。なんだってばよ。おい、ナルト。どうなんだ。ナルト！なんだって急にこんなとこ。ちょっと待っとけ。で、紅先生、超尋常じゃから。お子さんだ。肉じゃねえ。え、じゃあ、アスマ先生に頼まれたって。アスマから。託された子だ。ジライア様のことは聞いた。うじうじしてても始まんねえだろ。俺は死からいろいろなもんを託された。託される側から託す側にならねえとよ。めんどくせえけど、あんなかっけえ忍びになりてえなるよ。しかまる、もっとしっかりしろよ。お前にはやることがあんだからよ。